願いします。よろしくお願いします。乾杯。疲れたんやな。早自分の考えた服をやっぱ形にして、皆さんに、まあ、お客様に、まあ、伝えていきたいなと思っております。よろしくお願いします。いろいろなイベントをやったりとか、あとは個人的にはなんかハンドメイドしたりとか、お菓子作ったりするのが好きなので、そういうので魂で何か作品を出せたらなと思ってます。自分でパターンを引いて自分で仕立てるところまでちょっと待ってください。毎日全部楽しむということで本当に楽しくやってるので、これからも楽しむことを第一にやっていきます。形になることも考えたテキスタイルズくんをしていけたらいいなと思ってます。玉木くん2名のなんかいいところをもっとこういろんな人に知ってもらえる活動をソルチームでやれたらなと思います。よろしくお願いします。すいません、じゃあちょっとすいません、新人に一言いただけないでしょうか。それ、難しい答え。お願いします。新人に向けて。はい。暗いから撮れてないけど。稼ぎさんどこです。